本日は、名城大学国際化計画2026キックオフ、外国語学部第1期生排出記念、池上彰、杉田聡特別対談、そうだったのか、グローバル人材にご来場いただき、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます、名城大学人間学部3年の伊藤夏美と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。 会談に先立ちまして、名城大学学長小原昭弘より皆様にご挨拶申し上げます。こんにちは。ただいまあのご紹介いただきました名城大学の学長の小原と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、あの本学の教授でありですね、あのテレビ番組等で。 ニュースなどを分かりやすくですね解説してくださって、ですね人気抜群の池上彰先生と NHK ラジオ実践ビジネス講座の講師としてですねあのおなじみのですね杉田悟志先生の特別対談ということで、そうだったのか、グローバル化人材をですね開催いたしましたところ、ですねあのた,ごた,たくさんですねご参加いただき、どうもありがとうございます。<laughs> 対談はです、ね、あの先ほどもです、ね、あの司会の者から言いましたように、本学がです、ね、あの今年度からです、ね、スタートしました国際化計画2026のです、ね、キックオフ、並びにです、ね、今から4年前、2016年の4月に開設いたしました外国学部がです、ね、来年の3月に期生を初の育成を社会に輩出しますので、それの,です、ね、あの記念ということで開催させていただきます。 であの多分特別対談をですねすごく期待している方ばかりだと思いますので申し訳ございませんが一応学長の立場としましてはですねあのほんの少しだけ膨大な名城大学の情報の中でほんの少しだけですね本日の対談に関わる部分についてですねあの皆さんにですねあの紹介をさせていただく機会を えー、2分だだけくくさいいいよろししお願いいたします、えー、まずですね、あのー、この名城大学のですね国際化計画といいますのは、今から7年前にスタートいたしました。で、2012年当時のですね、本学の学生がですね、海外へ短期留学を含めて出ていくのが、400名そこそこでございました。それが、えー、昨年はですね、えー、1000名を超えるですね、 約2.5倍の,あのですねあの留学海外へのですね出ていく学生が増えてまいりました。でこういう機会ですし、あのもちろんですねあの世界国際化の波の中でですね本学もですね。 さらにですね学生職君をですねバックアップしようということで、えー、その国際化計画の進化型として、えー、今年から、えー、国際化計画2026というのをスタートいたします。2026 20と言いますのは、実は名城大学の100周年でございますので、の時期でございますので、ちょうどその100周年にですねお目標として、ですねさらに国際化を推進しようということで、計画を立てさせていただきました。<laughs> であのそのですねパンフレットの方にも載っておりますけれども、この計画のですねミッションとしましては、えー、総合大学、実は農学あの名所大学は、ですね個々の学部がございますが、その総合大学のですね強みを生かして、えー、多彩な専門性に根ざしたグローバル人材を養成し、地域の国際化と国際社会に貢献する人材を廃止、えー、するということをミッションとしております。<laughs> でまあ、具体的な方法としましては、えー、多様なです、ね、あの海外への,です、ね、あの派遣プログラム、例えばです、ね、1年間とか2年間とかの長期のです、ね、派遣プログラムなんかをです、ね、あの充実することによりまして、グローバル人材の,です、ね、あの育成をです、ね、短期のみでなくって実質化していこうというのが1つございます。 さらには、ですね、キャンパスの中にですね、海外からの留学生を多数受け入れることによって、ですね、あのこちら、留学生とですね、日本人の学生の大学内での交流の機会をですね、増やしたいということも考えております。あるいは、ですね、あの既にでに、ね、ご存知のとおりです、ねあの、このですね10、10月の末にですね、あのノーベル化学賞を、本学の理工学研究科の教授であります、吉野晃。 教授が、えー、受賞なさいましたさらに2014年にはですねあのー、青色 led のですねことがですね評価されましてノーベル物理学賞を赤崎勲先生先生があの受賞なさいましたでこういうふうにですね本学はですね世界にですねあのー、まあ の中でもです、ね、あの先進的なです、ね、研究拠点ということで世界のいろんな国,あの,国の大学からです、ね、あのいろいろこう協力とか一緒にやりましょうというあのお誘いがございますでそういうものをです、ねえー、交流協定などをです、ね、あのさらに充実、ね、させることによってです、ね、国際ネットワーク の形成を目指すというそういうこともですね計画として入れておりますその他にですね5つばかりですねあの具体的なあの戦略がございますけれどもこれ全部お伝えしてますと本当にその特別対団の邪魔だって叱られそうですので3つぐらいで終わらせていただきますであのもう一つその外国学部なんですけれどもあの先ほど申しましたようにあの2016年ちょうど本学があの90周年の時にですね解説いたしました <laughs> でまあ、の先ほど言いましたように、旧学部ございますので、9番目の学部ということでございます。で、えー、こ,こちらはです、ね、あの外国学部ということですので、国際化計画のです、ね、フラッグシップとして位置づけておりです、ね、あの自らの言葉で、えー、世界と対話、共同し、えー、新たな価値を作り出すグローバルコミュニケーターを人材養成目的としてです、ねあの、スタートいたしました。<laughs> で一学年、高々130名なんでございますけれども、そ,のそちらのパンフレットの、お手元のパンフレットにございますようにです、ね、あ,のありがたいことにです、ね、あの有名な企業さんにです、ね、あの来年の3月に卒業する諸君はです、ね、あのたくさん内定をいただいておりますし、特にです、ね、あのまあ外国語学部の,です、ね、あの女子学生の方ではでは、ね、あの非常にこうキ,ャビンキャビンアテンダント等にです、ね、やっぱりあのなりたいと。 社会でそういうふうなことで活躍したいという希望のアクセスをございましたが、今回、ですねあの10名程度のですねあの10名の内定をいただいているということでございます。で、あのそのようなですねあの130名のうち10名、しかも希望者の中でいくと非常に高い頻度、あの率で、ですね、えー、キャビンアテンダントにですねあの内定させていただいた理由といいますのは、実はですねあの本学にはですねキャビンアテンダント、 プログラム m キャップという制度がございまして、あの就職支援活動の一環として、そういうものも準備しておりまして、えー、そちらでですねあの活動している、活動というか学習した諸君がですね、あのそういうあの非常にこうあの大きなですね希望を満たしたということになります。えー、本日もですねあの先ほどの学生はですね人間学部ということだったんですけれども、あの 本日のこの特別対談の運営にも、ですねその m キャップでですね履修している学生諸君もたくさんですねあの協力してくださっていると聞いております。<laughs> で、えー、まあこういうですねあの本学ではですね国,会国際化に対していろんなこう取り組みをしておりますけれども、えー、そ,れそれをですねさらにこう具現化するために、ですねあのこのグローバル人材について、ですねもう世界的な、 立場からですねあの達人と言われるお二人の方にですねあの今回その特あの座談会ということをあのお願いしております、えー、今後ともですね名城大学の教育研究地域貢献事業にですねあのご支援とご指導賜りますようによろしくお願いいたしますと同時にですねあの本日のですね座談会がですねあの有意義に皆さんにとって有意義でですねあの非常にこう今後のですねなんあの生活の中でですねあの情報として非常にこう 有効にかつ、あの、利用されることを期待しております。どうもありがとうございました。小原 <laughs> 学長、ありがとうございました。それでは、対談へと進めてまいります。本日の対談は池上彰先生と杉田聡先生にご登壇いただきます。池上先生はジャーナリストとして、テレビや。 ご著書などでおなじみですが2016年4月からは名城大学教授に就任され外国語学部の授業を担当されています杉田先生もまたジャーナリストとしてそして PR パブリックリレーションズの日本における第一人者としてさまざまな企業でのご活躍に加え日本一有名な英語教師ではない英語講師として30年の長きにわたり NHK ラジオ実践ビジネス英語にご出演されていますそんなお二人ですが実は本日が初めての対談となります私も一体どのようなお話を伺えるのかとてもワクワクドキドキしておりますそれではお二人にご登壇いただきましょう池上先生杉田先生どうぞよろしくお願いいたします それではよろししくお願いいたしますそれから今日は皆さんに何か質問がありましたらですねこれツイッターということになるのかなスラッシュ名状でいろんな質問を受け付けておりますその質問にもお答えできればなと思っておりますで今紹介にありましたように杉田さんとですねお互い先生と呼ぶのをやめようと先ほど 決めめままししたんんんで、でさんととすすすけど、杉田さんとあの実ははこうやってて直接お話しするのは初めてなんですね。ずっとラジオでビジネス英語というのを私は聞いてまして一度だけ NHK の食堂でたまたま杉田さんを見かけたもんですから「あいつも見てますとこう」と声をかけたことがありますそれ以来ということなんですが今の不思議な紹介がありましたよねあの日本一有名な英語教師ではない英語講師 これはどういうことなのか。えー、ここからあの多分杉田さんがどんな仕事をしてきたのかってことも紐解くと思います。まずはそこからお願いします。ありがとうございます。そうなんですよね。私は先生ではないので、先生と呼ばれるのはどうもあまり心地よくないので、あの事前にですね、今日はさん付けで呼びましょうっていうふうに、えー、打ち合わせをしたんですけれど、えー、私はあの先生とかを教えてるという感じはあまりないんですよね。 私の番組聞いて学ぶやつは学べという感じでやってましてですねそれからあの番組をするよりももっと長い、えー、期間ビジネスマンとしてですね、えー、PR マンとして、えー、実務をやってきましたんで、えー、先生ではありませんよ、えー、講師ですよということを申し上げたんで、えー、大学の 担当の方がそういうよういいいよな紹介を書いていただ、いいたんだと思いますつまりあのえあの大学で英語をずっと教えるという英語教師ではな,いなかったわけですね、えー。ご自分で英語を誰かに教えようって発想は多分全然なくて英語を使ってまさにグローバルにこ活躍をされて仕事をしてきた。そしたらあ その英語力、あるいはそのビジネス経験をぜひみんなに伝えてくださいと言って、あのビジネス英語のまあ講師になったということだと思うんですね。で、現在はこれが実践ビジネス英語ということになって、もう少し初級編の別の先生と2つに分かれてるんですけど、初めてこれが始まったときはですね、優しいビジネス英語っていうタイトルだったんですね。もう私、すぐに飛びついてこ、えー、このテキストを開いたんですけど、 本当にあのタイトルに偽りありですね。どこが優しいんだと、何なんだこれはと、あのよくあのうななんてかな、あのインチキなタイトルってあるでしょ。その逆なんですよね。え、なんでこんなタイトルなんだ。あ、そうだ、そこからいきましょう。なんでなんで優しいビデセイゴなんてあの嘘のタイトルにしたんですか。そうなんですよね。私も最初はあまりコンファタブルではなかったんですけれど、NSK 出版の担当者に言わせると。 優しいというのを落とすと売り上げが2割落ちますよつまり2割の方がですねそのタイトルに騙されて池上さんをはじめとしてですね聞いていたのではないかなというふうに思います詐欺商法だ <laughs>、はい、で実際はあのそれから何年かしても「優しい」というのをやめてですね,ね普通のビジネス英会話とかですねまあビジネス英会話というか今私のやってるのは 実践実用の会話なんですよねでビジネスというかもっと一般的な教養というかな雑談というかな知識というかなそういったものを中心にしてやってるんでですね今の代に落ち着いているということでございます。はいえー、そうういいいえば、ね、あの日経経新聞にも優しい経済教室というのが、はい やっぱりありましたねえ、本当にあの優しくない経済教室と言われたんですがさすがに日系の優しい経済教室も優しいというのは抜けましたね優しいっていうのは取れ,た取れたらむしろ優しくなりましたねうん。あのー、その最初の頃によく言われたんですよ優しくないじゃないと言った時にですねどういうふうに答えてたかというと、えー、優しいというのは着地点ですよこの番組が優しく聞こえるようになるまで勉強してください といいう,うに申し上げていて実際にこれが優しいというのではないんですよというふうに申し上げていました。ものはいいようですねやっぱりね、えー、なんですけどあの例えば今日は「グローバル人材」というタイトルですよね。 そもそもグローバル人材ってあるのかということも含めてですねいろいろ話をしていこうと思うんですけどもしグローバル人材というのが存在するのであればそれはまさに杉田さんはそのお一人になるんだろうと思うんですねというのも彼は本当にさまざまな仕事をしてきたここでそもそもどんな仕事をしてきたのかという自己紹介いかがですかあ,ありがとうございますあの学校を出てからまず英字新聞 朝日イブニュースというところに入りました、えー、ただその頃はまあ今の学生さんももしかするとそうかも,そうかもしれませんごめんなさい、はい、そうかもしれませんけれど4年生の時にはもう学校に行かないでですね、えー、ほとんど毎日新聞社に行ってました学校には週に一遍ぐらいしか行かなかったんですけれどそれで、えー、その時期を含めて6年間 アサヒイブニングニュースという英字新聞で記者をしてましたで非常ににみんなによくししてもらいました、えー、新入社員というと何も知らないんですけれどあその人にもう手取り足取りいろんなことを教えてもらってですね、えー、自分で企画を立ててインタビューに出かけたりそれから海外取材も2回も行かしてもらったり。 それから万博の期間中には自衛隊に体験入隊をしてですねこの1週間こ,のこういう昔の自衛隊の制服を着てですねこれ右側の,中東の「舌山駐屯地」のこれがそれですねそうです自衛隊の体験入学体験入隊入隊入隊入て入隊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 入た入に入隊入隊に隊入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  うん6年間というのを今振り返ってみるとどんな時期かというとです、ね、非常にコンフォータブルな、まあ、コ,ンコンフォートゾーンという英語では言い方があるんですけれどンンフォー,トゾー,ンー安全地帯とかですねそれから、まあ、ぬるま湯ですね、えー、居心地がすごくいいでそこに浸っている外に出ると風邪ひいちゃかまがないというのがコンフォートゾーンなんですね。 で私を誘ってくれた1年先輩の記者がいるんですけれどこの人はもう早々と2年ぐらいで転職をしましてですね東京の AP 通信に入って英語で記事を書いてましてそこからアメリカの大学に留学してジャーナリズム学部でマスターを取ってそれから当時あった UPI 通信もう今 AP と UPI 合併してしまいましたけれど UPI 通信の地方局 ニュージャージー州のトレントンという町で警察担当をしてました。全くアメリカ人の記者と同じようにですね警察周りの記者をして記事を書いていたんですよね。で、6年目にその彼から新聞自分の書いた新聞記事を送ってえ来てくれましてで、一緒に英語の手紙もあったんですけれども。もうその手紙を。 それから記事を見てしましたこんなとてもこんな文章をとても私は書けないもうここにいたら居心地はいいんだけれどどっか外に出ていかなきゃいけないというふうに6年目に感じました。 おちょうどねそういう質問が来てるんですね、はい、杉田先生の問われをにてコンフォートゾーンに陥らないようにとお話されているのを拝見いたしましたコンフォートゾーンに陥らないようにするためのアドバイス陥った時の脱却方法をアドバイスくださいってまさに脱却するためにここから飛び出したということですねそうですねでアメリカの大学に行って、えー、勉強しようと思ったんですね、えー、ただお金もないしジャーナリズムを勉強したい というふうふに思ってたんですけれど、ジャーナリズムだけではなくて私は将来は PR じゃないかなという気持ちがこの頃少しあったんですね。でアメリカの大学に50校60校ぐらいかなお手紙を書きましたけれどとても奨学金なんかを1年生から出してくれる学校っていうのはないんですよね。えー、だけどそこでオハイオ州立大学 ととちょっとした縁で,です、ねえー、大変有利な奨学金をもらうことができましたあ今はあ学部で留学しようと思うと年間500万円マスターを取ろうと思うと1,000万円かかるというふうに言われてます大体そのぐらいの数字なんですけれど当時私のもらった奨学金は授業料を全て免除。 それだけでも素晴らしいんですけれどプラス月に300ドルの奨学金をもらえるただ20時間教授の手伝いをしなきゃいけないということになってましたでその奨学金をもらって300ドルの奨学金をもらってただ1ドル300円の時期ですねで100ドルはいやいや360円の からちょっと数日間の違いなんですが300円に下がった時ですね下がったというか上がった時にですねそこから280円,円になってという時代があるんですけれどえスミソニアンの協定で308円になった時ですねそうですね、308円ですかねえその時そうすると100ドルでですね下宿代と食費100ドルで教科書とか参考書 もう100ドル貯金というような生活をしてました。奨学金もらって貯金した人ってなかなかいない、<laughs> いないと思うんですけれど、でもそこで収支、えーえー、を1年で、えー、取ったんですね。で、修士号を取るためにあの入ってくる学生、アメリカ人の学生っていうのはみんな英語は得意だと思ってる学生が入ってくるわけですね。当然ですけれど、で、その人たちと競争をして。 マスターを取るためには、まあ、2年じゃ無理かな3年ぐらいかかるかなと思っていたんですけれど1学期終わってみたらば、うん、頑張れば、えー、ゼミを取ったりですねそれから夏休みも学校に行ったりしてやればですねそれで、えー、かっきり12か月でマスターを取りました。 あの若い方の中にはですねこれからアメリカに行って、えー、勉強したいという思っている方もきっといらっしゃると思うんですけれど、えー、修士を今1年で取れる学校っていうのが増えてますで実際会社勤めをなさっている方もですね2年間の給食ってなかなか認めてくれないんですよね。 でアメリカであったあ日本人の学生なんかも会社を辞めてきましたという人がほとんどだったんですけれどもったいないですよね大企業に入ってそして会社を辞めてく、えー、るしかもお2年間2,000万円の借金をしてきましたというような人たちがあいたわけなんですけれど、えー、今普通にアンダーグラジオとい三3年で取れます。 マスターは1年で取れますということをですね入学願書のところにはっきりと書いてあるところもありますで私は修士論文を書いて12か月で卒業したし修士号を取得したわけなんですけれどその中で特に PR に興味のあったあ授業を取りましたでとても印象的だったのはですね 期末試験の問題を先生が発表すするって言うんですよね皆さんも学生さんもいらっしゃいますけれどそういう経験をした人がいらっしゃいますかねなかなかないんじゃないかなと思うんですけれどでもそこで学んだのは何かというとですね皆さんこれから1学期間私の授業をとります PR というテーマですでこの1学期の勉強が終わった時にこういう問題に解けるようにしてください。 これが皆さんの着地点ですという着地点をおっしゃってくれるんですね。で、例えば1学期後、半年後、3年後、自分は何をしていたいかということを着地点を考えるってことはすごい大事ですよということをですね、このアメリカのオハイオ州立大学のジャーナリズム学部で教わりました。大変大事なことだと思っています。 ななななんんんととかかっっちゃうんですね。か頑張ればとかなるって、いやいやそんなに頑張って駄目だろうって思ったらアメリカの大学ってそういうことが可能なんですね学部を3年で卒業するとか大,大学院修士課程日本だと普通は2年ですけどそれを1年で取っちゃうとかですね、えー、そういうものが実際にあるということですね、えー、さらには経営学修士、まあえ MBA なんかもね、えー、それこそ普通は2年なんだけど、それが1年で取れますよというコースもあったりするということです。あちなみに、授業で当然、英語があの堪能だと思われるアメリカ人の学生と一緒になって勉強したわけですね、アメリカ人の学生のレベル、どうでしたあアメリカ人の学生はあの、とてもレベルが高いですね。日本だと 池上さんのクラスどうでしょないかも分かんないけど居眠りをしていたりですね授業中に内職をしていたりスマホで何か記事を検索していたりという人たちがいるんですけれど特にアメリカの大学院絶対いないですねそういう人はもう必死ですねかなりほとんどの人が借金をして大学院に来てますしそれから子供を持ってる人も多いです。 で,ですから授業中に居眠りをするというのは学生は一人もいないそ,のおそれが大きな違いですね他にもあの事前に頂いた,だいたあの質問の中で日本の大学とアメリカの大学の違いはというのがありましたけれどもう一つ大きな違いはですねそこで先生がその答えにその質問に答えていくということですね。 それから授業が終わる近くになって「はい質問は?」と言った時ですねほぼ全員の手が上がりますみんな質問を持って最後に先生が「質問は?」って聞かれたらこれを聞こうということを思ってですね授業を聞いてるんですよねところが日本の大学私もジョージ大学で教えたことがありますけれどなかなか手が上がらない考えていない どんなことを聞こうかなっていうことを考えてない私が社長やっている企業の時には外部の人を呼んだりですね講演会をやったりしますけれど事前にですねはい最後に質問はって言ったら全員手を挙げてくださいということを言ってましただからこの人に話を聞いて、うん、時間があれば最後にこんなことを聞きたいなっていうことをいつも思っていなきゃいけない。 で実は今朝池上先生の池上さんの授業を拝見したんですけれどうんメモを取りましたいくつかあとで、えー、時間があったらお聞きしたいなと思うことがあってですね実際今日お昼を食べながらですねいくつか質問しましたうんやっぱりそういう心構えというかな、えー、何かせっかくこういう機会があるんだからその機会の機会に 多くのことをこの人から得ようという気持ちこれはねとてもアメリカの学生に日本の学生はかなわないですね。で学校大学に行ったのはもう何十年も前ですけれど日本の学生も最近はもっと手を挙げるかなと思っていたんですけどまだまだアメリカの学生に比べると手の挙げ方っていうのが少ないと思います。 これ特にあのアメリカの学生と日本の学生の違いの一番はですねアメリカの学生は自分で学費を稼ぐかあるいは学費ロー,ンローンを組んでくるんですね。で自分で返さなければいけないわけですね。となると死に物狂いになるわけですよねあるいは自分の懐が傷んで出してるわけですから元を取ろうとすればそれは分かんないところまで徹底的に聞くわけですね。日本は親が学費を出すところがほとんどでしょ。 自分の懐を傷んででないわけですよね親が出してるもんだからなんか自分の懐を傷んでるないもんだから切迫感がなくてりりしたたサボっすするんんだと思うんですよこれ日本の学生も自分で学費を出すあるいは自分でローンを組んでやるようになると多分目の色が変わってくるんだろうなってこう思うんですけどえ少なくとも私は名城大学の外国学部の学生にやってる限りは 他の大学で授業しているよりはあの質問する人が多いですね。えー、分かんないことはというとすぐ手を挙げます。であるいは授業が終わった後質問する人が行列作るんですね。いや授業中に聞けよって言うんですけど、うん、でいすごい,い,い質問が出てくるわけですね。おそれ授業中にやればみんなにとってもわらから授業中に聞けよって言うんですけど、やっぱり恥ずかしかったりですね。どうも空気を読むわけね。 こんな質問してあこんなバカな質問してと言われるんじゃないかというのが怖いもんだからみんなの前で質問しないで後になって私のところに来るというのがあるんですねこんなこんなバカな質問っていうのを今あの池上さんがおっしゃったんでですね英語ではどういうふうに言うかというとですねこの世の中にバカな質問はないんですよ t h e no such thing as a stupid question only stupid answers バカな質問はないあるのはバカな答えだけだ といいう言い方があるんですねどういうことかというとですねもしかしたらこんなこと聞いたら笑われるかなとかこんなバカな質問をしたら幼稚だと思われるかなというふうに思う必要はないそういう質問をしてもこの人がきちんと答えられなければ笑われるのはこの人だよあな,たはあなた方はいいんだよというふうに質問をすることを奨励する言い方なんですよ。もうほとんどどにになっってていまますすアメリカのの新し本入けれど あれ、日本でもですね、えー、聞くは一時の恥聞かぬは松代の恥というような言い方がありますけれどもっともっと日本人、うん、質問をする質問をするためには好奇心がなければいけませんよね。えー、もううさんなんんなてののは好奇心の塊だと思うんですよねで好奇心を持つということまず大学に入るときに好奇心を持つということが奨励される。例えばあの私も あのよく社員なんかに大学に留学したいんですけれど推薦状を書いてくださいとかですねいうふうに聞かれますで今アメリカの大きな大学、まあ、コロンビアとかですね大きな大学で,、えー、では、えー、このアプリカントこの入学志望者はどういう人ですかっていうのを書くセクションがありますでその質問の中にですね大体一つはですね この志願者には知的好奇心がありますかごい大学に入る時大学に入る時知的好奇心を持つっていうことはすごい大事なことなんですよただ普通の好奇心じゃないですよ盗撮しようっていうのは普通の好奇心だけどそういうんじゃなくてですね知的な好奇心でもし私があ,のある人に関して「この人は知的好奇心ゼロです」というふうに書いたら多分どこも大学入れないと思います。 やっぱり学,校生学生生活を始めるときに知的,性知的好奇心を持っていろんなことを学びたいなというふうに思うことというのが大事だと思いますあのそれでいうとアメリカの大学で学生が次々に手を挙げて質問するんですよね、でその質問の内容を聞くと日本的な常識でいうと、えー、そんな質問するのというのは出てくるんですよ。 なんかアメリカの学生すごく優秀そうで次々に手が上がるけどえそんな質問するんだって思っちゃうつまり大したことないんですよ全然大したことないだけど確かに今杉田さんがおっしゃったように。 どうそれにどう答えるかがあの問われているんだということで日本の学生だったらあこんなあのバカな質問す,するの恥ずかしいよなって言ってしないだろうなってレベルの質問をあのアメリカの学生は次々にしているんだということですそれを思えばですね恥ずかしいことなんか何もないんですねで逆に質問してくれることによってね私勉強になるんですよこう授業についていろいろやってるでしょで例えば授業が終わったとやるその授業の内容について質問を受けるとあそうか そういう疑問に答えるような授業が私はできなかったあ、次にこの機会にこれを生かそうとかあ、こんな質問こんな疑問が出るんだってことを私は考えていなかったああそうかそういう疑問にも答えるような教え方をしなければいけないんだなってものすごく感じるんですね、えー、この大学におしで教えていることによって私はすごくいろんなことを学んでます、えー、そうすると、えー、結局、えー、その 先生の方もまたこれを学んで勉強になるじゃあそれを次の授業でそれも含めて学生にお返ししようと考えるということですねそういう双方向性もあるのでどんどん質問してほしいなと思います。でたい1年生に入ったぐらいだとねみんな結構活発に質問するんだけど2年3年4年になると次第次第なんとなく空気を読んでね。 えどうかなみたいなことになるのがちょっと残念だなというふうに思ってます。いいいくらでも質問すすいいんだとこう思ってますけどねさあそしてその杉田さん大学を出た後センセナティ・ポストというさあ本当にに新聞記者になるんですねその,その前にですね<お>ちょっと大学の仕組みをお話ししたいと思ってたんですけれど、はい、ジャーナリズム学部というのは当時2つに分かれてましてですね ジャーナリストになりたい人と私のように、PR、マンになりたい人両方ともが学べるですから日本のようにジャーナリストとそのほかというような区切りではなくてですね、えー、みんな同じ釜の飯を食ってそして卒業してから別れていくという考え方だったんですよね。で広告我々が卒業した後に広告というのもジャーナリズム学部の中に入ってきた。 ジャーナリズムって比較的新しい分野の学問なんですよ。人によってはこんなもの学問じゃないというふうに思う人もいるわけなんですけれど PR ははもっと学問じゃないはずないずんですよねで広告とジャーナリズムを一緒にしてもいいんだろうかというような考え方もあるんですけれど北海道大学はですねジャーナリズムと p だかる。うーん観光も一緒にされたくはないなとジャーナリストなんかは思うかもしれないんですけれど今現在こういう区切りっていうのがですねだんだん意味がなくなってきてうーんもうちょっと後でまたお話をしますけれどそれで大学,大学院を卒業してからシンシナチ・ポストという新聞社に入りました。 でここではコルムを書いていたりインタビューをしたり、えー、や好きなように、えー、やらせてくれましたでだけど「朝日インニングニュース」と同じようにですね皆さんの中にもきっと新聞を取ってない人っていうのはいると思うんですけれどマンションの入り口のところのポストを見てもですね朝新聞を取ってない人が3分の1ぐらいいるかなという感じがするんですけれど。 どん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 新聞というのが、えー、ジャーナリズムというのが力がなくなってきてしまっているというのが実情なんですよね。で私は PR を勉強したいと思っていたのでアメリカ当時世界最大のバーソン・マステラという PR 会社に入りましてですねそこのバーソンさんという会長に直接インタビューを受けてそして。えー PR の道を40数年歩んできたわけですで日本に帰ってきてすぐはバーソン・マステラの日本の支局におりましたけれど当時 JCTV という英語のテレビ局がありましてそこで夜ニュースキャスターをしたりですねトークショーの司会をしたりしておりました日本に帰ってくるというのは やっぱり日本に帰りたいなと思ったんですか。あ、えー、っとまあこの会社は世界的な会社だったんですけれども、も日本にまだ支社がなかった。で、日本に会社を作りたい。ただ1970年代の初めですから、日本で PR という概念あまりなかったんですよね。で、そこに日本に帰って会社を作ってほしいということでですね、会社を作りました。 でこの会社にいたときに私の最初の上司がくれたアドバイスというのがこれなんですけれど自分より頭のいい人と付き合いなさい英語で言うと hang with people smarter than you という言い方をするんですね論語にも同じような言い方があるそうです己に叱らざる者を友ととするなかという言い方なんですけれど できるだけ自分より力のある人知識のある人上の人と付き合いなさい自分より下の人と付き合ってはいけませんよというのがこの論語の教えでありそれからアメリカでよく言われるこの「hang with people smarter than you」というの大変あの大事な考え方だと思います。私の最初の上司からアメリカの上司からこれを教わってですねああよかったなと思います。 皆名城大学の学生さんはですね、えー、非常に幸運だと思いますよノーベル賞学者がいたりです、ね、池上さんのようなあジャーナリストがいてです、ね、その方に直接いろいろ話を聞くことができる、えー、英知を得ることができるっていうんで,です、ね、これからもうんできるだけ自分よりも能力のある人 を見つけてですねその人と付き合うようにするというのがいいと思いますねいや友人と付き合ってたらこの友人は俺より能力落ちるなと思ったら捨てちゃうんですか <laughs> という意味ではなくてですねだからもしかすると頭のいい人はもう誰も付き合う人はいないかもわかりませんよねでそういうのではなくやっぱりあのどんな人にも何かいいポイント一つ二つあるかもしれませんよね だからこの人は私よりも能力を取ってるなと思っていても何か特殊な技術があるかもしれませんね。でそういうところを見てですねで見習ってそれで成長の自分の成長の型にするということが大事だと思いますね。そそもそもですね、まあ、これはそれ 要するにこれからさあ一生懸命勉強しようという時あやるきっかけになったということなんですけどそもそもこのキャリアを志すきっかけになった本というのがあるそうですね、えー、はい、えー、きっかけになった本最近話題になっているのはこの一番右にある「ろうそくの科学」という本皆さんご存知ですか今大増刷でもってですね、えー、売れていまして私も買いましたまだあの届いたばかりでまだ読んでないんですけれど。えー での先生がです、ね、小学校の時にこのろうそくの科学というのを先生から読みなさいと言われてですねそれで科学ということに興味を持っただから小さい頃に読んだ本から得るインスピレーションというのも非常に大切だと思いますね私の場合には何かということでじゃこれは違うんだ<え>いやいや <laughs> いやこれ見てね いや吉野明先生と同じなんだやっぱりろうそくの科学かと思ったら<ー>そうじゃなくて吉野彰先生がろうそくの科学を読んでこうキャリアを始めたように私にとってはと。 この例として出したってことです,そうですね、ちょっと誤解があったかもしれませんね、<laughs> 失,礼失礼しました、でも、はいあの、素晴らしいですよ、この,この本に関してはいろいろ書かれたり、吉野先生あの、記者会見でそれを言ったためにね、そうですねあのもうあの、あの話を聞いた直後に、アマゾンで見たら、急上昇しててですね、<う>えー、出版社が今、大増刷をしたということで、すね私も小学校の時に、ろうそくの漢覚を読むといいぞと、勧められていたにもかかわらず、その時読まなかったんですよ。 そこがちょっと吉野さんと違ったなと思ってるんですがな、はい、なるほどそうなんですよねあので私の場合にはそうではなくてですね小学校中学校の時に何に一番興味があったかというと探偵小説、うん、今は探偵小説っていうジャンルはないそうで推理小説っていうんだそうなんですけれど昔は「えー、あの怪人二十年奏」とかですね「えー、明智小五郎」とかいう「 有名な私立団体がいましてですねそのそういう本を読み漁っていましたで特にエドガー・アラン・ポーこれはエドガー・アラン・ポさんの元になる名前なんですけれどエドガー・アラン・ポーの書いた短編っていうのはたくさんあるんですけれど映画にもなりました「モルグ街の殺人」っていうのはですね立体映画で見て 君、えー、を冷やした覚えがあるんですけれどその他にも黄金虫これ黄金虫というよりも、えー、黄金虫「The Gold Bug」という本なんですけれどこの本を小学校の時に日本語で読んだんですよ。でもちろん、うん、そんなに深い意味があって読んだんではなくてただ探偵小説が好きだったっていうことで読んだんですけれどこの本は 非常に面白い本で,です、ね、キャプテン・キッドのが隠した財宝を暗号文にして残してあったのでその暗号文を解いて、えー、秘宝を発見するという短い話なんですよ。で暗号文っていうのにも非常に興味がありました。どうやって暗号文を作るかそれを解読するか。もう今はコンピューターの世界ですから暗号文っていうのは簡単に解読できるようなんですけれど。 えー、昔、えー、書かれた暗号文そうするとその解読の方法はですね、えー、この本の中に出てくるんですけれど、うん、頻繁に出てくる記号があるで、えー、キャプテン・キッドの書いたものだから多分これは英語であろうで英語で最も多く使われるレターアルファベット26文字の中で最も多く使われるレターは とというところから始まるんですねで。池上さん、26文字の中で英語で最も多く使われるレターは何だとお考えですか大きい。いいじゃないですか。ピンポーンあーよかった。そうなんですよ。単語は必ず母音がありますから母音がないと発音できませんから、で、い、e、いというのが最も多く出てくるレターなんですよ。 でその暗号文の中で 3, 3回同じ配列のものがあるそうすると E はこのシンボルだろうというのが推測できるわけですねそうすると英語で最も多く使われる3文字というのは池上さん何んでございましょうもうでああエンドはね2番目なんです。 わあ、五番目からかな。<laughs> 最も大口座。ピンポーン。定冠詞の座でしたね。そうなんですよ。定冠詞の座なんですね。そうすると、イーがわかると。ティとエイチも。何かっていうのがわかるはずなんですよね。というところから推理を進めていってですね。その暗号文を読むんですよ。で、もちろん英語なんて全然知りませんよ。だけど。 そのプロセスを読みながらですねえ英語って E が最も多く使われるレターなんだで、ザという単語があるんだうんへ英語って面白いんだなというのを多分小学校三年生か四年生ぐらいに学んだんですよで、なんか同級生の知らない知識を自分だけは知っている というようよなな気持ちになってですねそれから何年かそれからずっと探偵小説読みましたたくさんいろんな探偵小説を最初は日本語でそれから英語でも読みましただから探偵私立探偵という職業に非常に興味を持ってですねでアメリカには私立探偵はたくさんいるんですよね日本よりもずっとたくさんいるんですよで大学院でいろんな記事を人にインタビューして書くっていう授業があったんですけれど 絶対私立探偵をインタビューしようと思ってですねえ何人かの私立探偵に電話をしてどんなお仕事をしてるんですか難しいのは何ですかえ危険な目にあったことがありますかというような質問をして回ったんですけれどえ考えてみると私が英語に興味,は興味を持ったとっいうのは当時は全然そんなことは意識しなかったんですけれどこの本ではないかなというふうに思ったわけです。 そこから行くかっていう感じですけどね確かにそれによってあ英語というかそういう一つの言,言語というのがどのように組み立てられているかとかですねそういうことをここから行くのかというつまりあのさっきですよね 実はあの杉田さんがよくこういうところだとどうすれば英語が上手になりますかという質問が受けて困るんだとお話をしてたんですけどそれは簡単ですよね勉強すればいいってこう,こういう話なんですけどそうじゃなくて興味を持ったり面白かったりあ英語って面白いなって思えると自分で勉強しますよねそうなんですよねあのと言ってもよく聞かれるんですよねどうしたらいいですかでどうやったら英語上手くなりますかと聞かれて えー、ちょっと前にもですね、えー、うちの息子今度は中学校に入ったばかりで英語な成果に入ってくるんですけれどどうやって勉強したらいいですかというふうに聞かれたんでですねうんその「その子は何に一番興味を持ってますか?」というふうに聞いたらですね「将棋」「将棋にすごい興味を持っていてです、ね、羽生さんの目の動きがどうだとかですね、えー、もう本当に詳しいところまで知ってる。 うーんそんだけ将,将棋に興味があるんだったらば将棋に関して書かれた英語の本ってたくさんあるんですよ今もう世界中で将棋やってますからで将棋に書かれたついて書かれた本で優しいものを買ってですねでそれを読んでみたらどうですかというふうに申し上げました。だかから自分のの持っていいるるる興味でその興味味そををより広げるためにん何がでできるかととうことをですね 考え,る考えてそれをやるのがいいんじゃないという話をしましたもう一つ身近な例を挙げるとですねあの私の孫娘なんですけれど、えー、小学校6年生の時に英検一級を取ったというとなんか自慢げに聞こえますけれど自慢そのものです <laughs> で彼女はですねあの英語よりも数学に興味があるんですよ。 で小学校4年生の時にあの中国で開かれた数学オリンピックに出てゴールルドメダルを取って帰ってて帰きたんですよで数学オリンピックの問題を見せてもらったんですけれどなかなか難しいですよね英語の問題ですからと。で数学オリンピックの問題を解くためには英語を勉強しなきゃならない。というのでですね英語を勉強をして英研究を取るまでに。 小学校のととななったということなんで皆さんもきっと、うん、英語は好きじゃないなっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかも分かりませんけれど自分の、ま、英語はあまり好きじゃなかったら英語を話す国民あるいは英語を話す場あるいは英語が使われているもの何でもいいんですけれどそういったものに興味を持って自分自身に興味を持たせるような方法を考えてですね それを英語というツールを使ってより深めていくというふうに考えるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。いいアドバイスですよね。自分が好きなもの関心があるものを英語で読むというあの以前まだ東西冷戦中いよいよソ連が相当危うくなってきた時に「レッド・オクトーバーを終え」というスパイというか、まあ、ミ,ミステリーというか国際諜報の小説が出まして。 それを私は英語のペーパーパバックで読んだんですねああそうするとやっぱり一階の電車の中でそれを読むとそれによってまあ必死になって英語を勉強する、えー、結局変に魚雷とかですね武器の英語の英単語ばっかり取得するっていうことになりましたけどそ,それでこうそういう興味関心があるのはどんどん読めるというのがありますね。最近でで言うとですねドナルド・ナルトランプが 要するに今の奥さんと結婚したあとポルノ女優と関係を持ったそのポルノ女優に口止めをしようとして金を払ったんだけどそれが政治資金を流用したんではないかと言って FBI が捜査を始めたという時にそのポルノ女優が全てを暴露するって本を出したんですねでトランプとベッドの上で何があったかってことが全部書いてあると日本語訳がないもんですからすぐにアマゾンでそれを注文してですねそこの部分を必死になって読むわけですね。 英文解釈の能力がつきますねホテルに呼ばれてその彼女が部屋に入ったらドナルド・トランプが黒いシルクのパジャマで待っていたそしてベッドにいざなわれたこれ以上言うとあの品位にかかりますから言いませんけれども、えー、その後のこの文章を必死になって読むわけですねいやー男としてこんなことを書かれたら本当に恥ずかしいよねっていうことが書いてあるわけですね英語の力がつきますね。 あので時にはどんな本を読んだらいいですかっていう,うに聞かれるんですけれど私の答えはですねどんな本こんな本と言わないでとにかく何でもいいから手当たりしたら読みなさいで同日役でかつた有名だった村松松美さんはですねポルノを読みなさいっていうのを一生懸命勧めてましたねでポルノっていうのはあのやはり面白いでわ私はポルノもいいんですけれど探偵小説を勧めたいと思いますね 探偵小説ミステリーというのはですねこの世の中のありとあらゆることが出てきます信羅万象が出てきますある一つの,分あの業界分野だけではなくていろんな話が出てきますでその探偵小説を読んでいるとアメリカ人イギリス人の生活の様子というのがですね非常によく分かりますなのでですねそういう自分の興味の持てる本を読むといいと思いますね。 えー、さっきいただいたあここに出てき,出てきたあ中にも「開人二十面相黄金中僕も読みました」っていうのをいただきましたけれど、えー、そうですね、えー、日本語でもいい英語でもいいで私のテキストもあ英語で読むのはちょっと大変って思う方はですね日本語だけで読んでくださいというふうに勧めています。日本語だけででで読んでもすですねいいろいろなことが分かりますよ ということを申し上げているわけですねで、池上さんはどうでしたっけあの何か、えー、きっかけとなった本というのはございますかああキャリアを志すきっかけですね小学校6年生の時に俗地方記者って本をたまたま家の近くの本屋で自分の小遣いで買ったんですねこれがきっかけでした、えー、新聞記者、地方で働く新聞記者のドキュメントだったんですね で「地方記者」って本が出て、えー、その続編の方を私はたまたま手に取った「続地方記者」というわけですね、えー、地方で働いている新聞記者がう他のライバル記者と特ダネを抜き合ったりですねあるいは警察より先に殺人犯人に行き当たってしまって自首を進めるとかですねそういうことが出ていてあ面白いなと思ったんですね。 当時テレ,ビテレビはニュースをやってるのは NHK だけでしたね。NHK がごく短いニュースをやるだけ。他の民放はそもそもニュース時間がない。ニュースを伝えるのは新聞しかない時代ですね。よし、将来こう、地方の四国、いろんなところを転々としながら取材をできる、そういう新聞記者になりたいと思ったのが小学6年生の時ですね。で、大学になって、改めて就職活動という時になると、 テレビもだんだんニュースをあの出すようになるんですね。特に大学三年のこう終わりの春休みや冬休みだな連合赤軍事件というのが。 あったんですね、連合赤軍が群,群馬県の山の中で武力革命の準備をしていたら警察に見つかってしまって山の中を逃げて群馬県から北に山を越えて逃げて降りたらそこが長野県の軽井沢だった河合楽器の保養所浅間山荘に立てこもってそこの管理人の女性を人質にして銃撃戦を展開する。 え駆けつけてきた、えー、警視庁や長野県警に対して、えー、無差別に銃を発砲するわけですね最終的に警視庁の警察官が2人それから全く無関係な人が1人3人死んでます、えー、これをもうずーっとテレビが中継するわけですね NHK と民放を全部合わせると、えー、合計の視聴率が90%に達するというのを見てああこれからはテレビの時代かもしれないな ででも地方で働きたいあ NHK だったら採用されたら必ず地方勤務から始まりますからああじゃあ NHK の記者っていうのも選択肢もあるのかなとこう思ってで私の場合はマスコミは就職協定を守ってたもんですから大学4年の7月1日に新聞各社と NHK が学科試験を一斉にやりましてどっか一社しか受けられなかったんですね。 で結局新聞社と NHK の両方に願書を出してギリギリまで悩んだあげく7月1日に NHK の試験を受けたそしてとにかく地方に行くわけですから NHK の場合カナダ地方勤務ですから最初に島根県の松江に行ったとここからの記者人生が始まったんですね。浅間山荘事件というのはちょうど私がアメリカに留学している時に起こったんであ,あ日本ではすごいことが起こってるなというのを 思いました1970年代の大事件ですねで、今ジャーナリストを志したいなと思っている方は、えー、新聞記者という映画が上映されていますこれはもともとは東京新聞の餅月さんという女性記者が書いた本を元にした内容はちょっと違うようなんですけれども元にした映画ですで、こういうものを読むのもですね えー、きっと面白いんではないかなというふうに思います望、えー、月さんっていう記者池上さんもご存知かもしれませんけれどあの菅官房長官の記者会見の時にですねしつこくしつこく質問をする記者ですね、えー、それからですね私は何回か転職もしてるんですけれど一度おー G という会社に3年近くおりました。 G というのはですね非常にあ今は株価も低迷していてそれでいろんな問題も山積している会社なんですけれど私のいた90年代大変いい会社でしてアメリカではその最も働きがいのある会社っていう本が出たり雑誌が特集をしたりしてます。 でこの「100 Best Companies to Work for in America」という本の中にですね一番最初のところに GE という会社が出てきます、えー、ど何て書いてあったかというとですね世界で最も優秀な教育をしてくれるところは3つあるまず GE それからローマン・カソリックそれからマフィアというふうに書いてあるんですねまさにその通りなんですよ とても教育に熱心でですね 5×5×5 運動というのをやっていましたで、えー、全就労時間の5%を教育にそれから経費の5%を教育に生産性を5倍に上げよう生産性に関しては分かりませんけれど本当にお金を使ってですね、えー、社員に勉強をさせてくれる会社でした、うん ここにいていてろんな研修ピーター・ドラッカーの直接10人ぐらいのセミナーに出たりですねそれからアメリカのクロトンビルというコーポレットキャンパスがあるんですけれどそこで勉強させてもらったりしましたでも大変厳しい会社でですねジャック・ウェルズという経営者は数万人単位で社員をクビにしていました。 一番会社が大きかったのは多分35万人ぐらいの時だったんですけれど RCA という会社を買収して20万人ぐらいの会社ですねその時のスローガンがですねですねで巨大な会社が合併したんだけれど人事部にしても広報にしても生産部門にしても倍にしないよ 1+1 は1ではなさいよということだったんですね。 でも非常に効率的にやったがためにですね1 1イコール零0 7 5というふうに言われてますけどで例えばあの私があの,のクライアントが G だったんですけれど、えー、新製品を発表する時などにはですね競争させるんですよ社内の競争だけじゃなくてですね社内の広報部と外部の PR 会社と競争させるで外部の PR 会社はお金がかかりますよね だけどいいろんんなな経験を持ってるかもかわ社内はお金がかかりませんよね給料払ってるんだからで製品に関しても知ってるかもわかんないでもお互いにそういうハンディを与えながらですねどんちっちで競争させるんですねで勝った方が生き残る負けた方はいなくなっていくというところでしただけど池上さんもきっとご存知だと思うんですけれど日本の公的教育費っていうのは世界でも最低で 種類ですよね。で、アメリカなんかだとこういう企業がですね、教育のためにとてもたくさんお金を使ってくるんです。日本政府もですね、もっともっと教育に投資をしなきゃいけないと思ってますね。今の一足す一は一ということでいうと、例えば今行きのこ暇をかけていろんな企業が合併してるでしょ。と合併すると、例えば総務部っていうとね、突然人員が倍になるいらないんですよね。 だから2つの会社が一緒になると総務部がこれまでの倍になると半分でいいよってことになると半分の人たちはまあ,あのよくてあのほ他のところに移動場合によっては辞めさせられるということになるわけですねちょっと固有名詞出すとなかなか問題なんですけど明治や明,治明治生命と安田生命が一緒って明治安田生命になった、えー、その,あの片方に私の大学の同期がいたんですね。 あの出世頭だったんですけど突然この二つが一緒になったら半分いらないよねということになって思わぬ形になってしまったというのがあります本当に厳しいんだなってこう思うそれから GE ってぜそもそもジェネラルエレクトリック総合電気会社だったんですね今 GE を一言で言うと総合金融会社ですかね。 お要するにもうあの電気製品というのはみんなすっかりアメリカというのはだから結局今や金融会社としてて生き残りを図ってるでもこのところ低金利政策でどうもなかなかつらいということはあるんですけど常にこう会社が変わってきたから生き延びることができたということですよね。例ええばばフィルムの話で言えばコダックというねあの大変有名なあのフィルムの,あの会社が。 ありました当時私が学生時代フィルムといえばこれコダックかあとはあのドイツにもアグドイツにアグファというフィルムそして日本だと富士フィルム、まあ、日本にはコニシロクというのもありましたけど基本コダックか富士フィルムかアグファかこのフィルムのどれかを使う私はあえてこうアグファのフィルムを使ってたりしたんですけどこの時コダックがですね研究開発部門でデジタルカメラっていうのは あの開発はあの作るんですよその時に上司から怒られるわけですね「バカ野郎と」とデジタルカメラなんか作ったらフィルムが売れなくなるだろうと言って研究がストップさせられたんですねそしたら全く別の会社がデジタルカメラを開発しその結果コダックはあっという間に売り上げが消えてなくなって潰れちゃったんですね。 今あの一応コダックって名前だけはとりあえず残ってますけど基本的にあの潰れてしまったもちろんドイツのアグファも潰れたわけですね富士フ,フィルムも急激にフィルムがこう売れなくなってきた時にさあどうしようかっていうことになって今富士フィルムって何してる会社って若い女性に聞けば皆さんわかりますよね化粧品会社ですよねあるいは医薬品を作ってる会社でしょそれによって生き延びることができたわけですね。 もうフィルム作ってないんだからフ,ィルムフジフィルムって名前やめたらいいじゃないかっていうとまだフィルムを使いたいっていう人がいてフィルムを細々と作ってるもんですからフジフィルムになったりあるいはかつて東洋レイオンというレイオンなんて化学繊維皆さんご存じないですけど結局東洋レイオンのレイオンなんて全く売れなくなっちゃっただけどその技術を生かして炭素繊維を開発しボーイング787の主翼はみんな炭素繊維でできているこれはで で結局東洋レイオンは「東レ」という名前に変えてこう生き残っている GE だってゼネラルエレクトリックなんて言わないですよねあくまで GE という言い方をしている、えー、どんどんこう会社が変わっている変わることによって生き延びることができるんだということですよね,そうですねあのきっと皆さんはもしかしたらゆでガエルという話を聞いたことがあるかもしれませんけれどおカエルをですね、えー、捕まえてきて。 えー、水にいやお湯の中に入れるとですねところがカエルを水の中に入れて下からとろりとろりと温度を上げていくとですねカエルは環境に順応してしまいますし変化があまりにもゆっくり来るのでですねそこにいてとうとうゆだってしまうということなんですね。で 経営者は日本も世界の経営者もゆで返りになってしまってはいけない環境が変わるのはすぐには変わらない徐々に変わるその中で我々はゆで返りにならないで環境が変わったところに順応順応ではなく新しいことをやらなきゃいけないというふうに考えてるわけですね。G の場合にはですねジャック・ウェルチという非常に得意な経営者がいてですね彼が金なえが金言っていたのは 我々はカルチャーを変えなければいけない走っている車を止めずにタイヤを変えようというのがスローガンでした車を止めてタイヤを変えるような余裕はない我々は車を走らせながらタイヤを変えなきゃいけないという考え方なんですよねそれから日本政府の教育に公的に対する教育の執筆 まだまだ少ないんですよね。O E C D 四十四カ国の中で日本は何番目ぐらいあると思いますか？四十三位か四十四位ぐらいそうですね。ねもう最下位なんですよ。日本は。でアメリカのアメリカも政府もそんなにいいたくさん出してるわけじゃない,ないんですけれど、企業がですね、自分たちがやらなければということで、えー、お金を出して社員を教育して。 これから例えば日本という国こんな資源のない国ですから我々が生き残っていくためにはですね教育をして知識を増やして技術を持ってで外に出ていくグローバルになるとしか方法はないんですよね。でちょっと話を進めますとですね私は日本に帰ってきて上智大学で56年非常勤教講師をしてました。 で広報というのを教えていたんですけれどその時もですねアメリカの大学で習ったやり方つまり最初の日に試験問題を発表するということをやっていましたでこの3つが基本的に私が出した授業の最初の日に出した最終試験の問題です。まずは広報の定義を述べようということですね。 広報の定義っていうのは実はこの頃からどん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 変わってきましたでさっきもちょこっと申し上げたんですけれど今はジャーナリズムだ広報だ広告だというようなはっきりした定義がなくなってきてるわけですねだけど当時広報の定義を述べようそれから2番目には授業で記憶に残っていることを一つ書くということ。 外部の教師あの外部の講師を呼んできてですね話をしてもらうこれもアメリカ的なやり方なんですけれどでいろんな話を企業の広報者広報担当者あるいは経営企画室の人を呼んできて話をしてもらいましたそういったところから記憶に残っていることを1つ書きなさいっていうのと3つ目がですね上智大学のイメージアップのための広報プログラムを4つの段階で簡単に説明せよう これは毎年あの応用問題で、えー、時々変えてましたけれどこの3つがあ私の出した試験問題なんですよねで。もしかしたら皆さんの中にもうすでに学校で教えてらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんあるいはいずれ学校で教えることになったらこんな問題を出したいなというふうに思っている方がいらっしゃるかも分かりませんけれど是非ですねその時には着地点、うん、ということをですね考えて、えー、質問を出すということを がいいのではないかなというふうに思ってますで、私はオハイオ市立大学のジャーナリズム学部でジャーナリズムと PR を勉強したわけなんですけれどでアメリカの大学というのは卒業生をすごく大事にしてくれますで行くとですねレセプションを開いてくれたり 授業を見せてくれたりということで私も経済広報センターのプログラムに乗って日本の企業の広報担当者を連れて大学院に行って行くと学長が迎えてくれてですねレセプションをやってくれたり昼食会に招いてくれたりしたんですね。で何度か卒業してから学校に行きました。 でなぜ卒業生は大事にしてくれるかというとその理由の一つはですねそうなんですよ大学は寄付金がないとやっていけないんですよでアメリカ人の学生はよく寄付するんですよで息子が2011年に NBA を取った時ですね最後の日に「あなたは大学にいくら寄付してくれますか?」っていうアンケートがあってですねそれに書かなきゃならないんですね。 で息子は2011年10年卒業だから2010ドル寄付しますっていうふうに書いてですね大学に出し,た出したそうなんですけれどあの本当によくしてくれるんですけれど最近2000年になってから大学母校に行ったことがなかったんでですねえまた学長もう今は買ってるでしょうけどど学長に会って話を聞きたいなと思ってオハイオ州立大学のホームページを見たらですねなんとジャーナリズム学部がなくなっている。 自分の出身の学部がなくなってるんですよまさに大変なショックだったんですけれどなぜ、まあ、かというとですねもうジャーナリストになっても職場がないんですよねあのさっきお見せしたように新聞社はどんどん潰れてますで新聞記者はいりません、えー、みんな SNS に行ってますデジタルコミュニケーションに行ってますで、えー、名前が変わってましたジャーナリズム学部ではなく コミュニケーション学部というふうになってましたつぶしが効いて企業に入っても仕事があるという感じですよねで、ただそこで教えるのは何かというとですね中心となるのは広告ですビジネスにもっと直結チェック直結したことですよねそれからセールスプロモーションとかイベントマーケティングデザインソーシャルメディアでやっとジャーナリズムっていうのが出てくるんですよ それだけジャーナリストになるなり手がな,くないでパブリック・リレーションズというのは私が留学していた時にはあいくつもの授業があってそれを取ったんですけれどどこにもないんですよパブリック・リレーションという科目がないんですよねこれ多分皆さんあの知らない人多いと思うんですねパブリック・リレーションって要するに PR ですよね PR と広告宣伝 えー、あるいは広報その違いというのをちょっとお願いできますか、えー、今はですねそんななに違いがない一言で終わっちゃうんですよあのでもそのもったないでしょって池上さんは思うかもわかんないジャーナリズムと広告って違うでしょというふうに思うかもわかんないけれどパブリック・リレーションという授業がなくなってしまってですねでもそれになんか近い一番近いものあるんじゃないかなというふうに思っていたらですねこの一番最後に書いた。 プロスウェイジョンという科目があるんですよプロスウェージョンというのはどういう科目かというと説得力って意味ですよね。説得力ジャーナリズムも広告も PR もセールスプロモーションも人を説得しなければいけないですよね。うん、池上さんのやってるお仕事も、うん、人を説得するという大きなくりでかかあの掲げてみればですねそういうことですよね。 で人を説得できなければ商品を買ってもらえませんよね人を説得できなければ企業イメージを上げることはできませんよね。そういった意味において「persuasion」説得力というのがこれからの時代において大切なことだというんですよね。で例えば何か企業が大きなスキャンダルをうん持ったその時にどこの会社が このスキャンダルから自分たちを助けてくれるかというとですねその時に広告だ PR だジャーナリズムだというようなラベルは全然意味がないですよね最も経験があって力があってきちんとこの危機を乗り越える方法を教えてくれる人あるいは企業が一番力になれるわけですよねその意味においてプロスウェイジョンというのが これからのコミュニケーションこれからのジャーナリズムにおいて大切ではないかなという考え方に今どん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 シフトしていくんです関西電力の記者会見見りゃねあ全然誰もアドバイスとかそういうことをやる人がいなかったんだなと思いますよねまさにその通りですねだからああいう危機があ,あるときあるいはですねもっと別な次元でもって今皆さんご存知だと思いますけれど香港で 何ヶ月も政府が機能してない大変な状態に陥ってますよねで香港政府がですねこの危機から我々を救ってくれる提案というのを募集したんですよまさにパスウェイですよねどういうふうにコミュニケーションをしたらば今の香港の抱えているこの混乱状態危機状態を脱却できるかというのを公募したんですね どこも応募がなかったもう香港の現状のようなことになると関西電力とてもじゃないしかも提案をしてもそれを引き,引き入れてくれるという保証がないどんな提案を出してもですね中国政府はダメと言われればそれで終わりですよね。それと同時に PR 会社の場合には香港の PR を引き受けました とというこで発表することによって失うものがありますよね。えあの会社香港のあの政府の PR でやってんのじゃああんなところに頼めないよねこの,この仕事は。というふうになってくるかも分かんない。で PR 会社っていうのはいろんなところでいろんないろんな仕事をしてます。じゃ例えばですね、えー、北方領土、うん、某 北の方の政府から話があってですね、えー、我々は北方領土はいりませんというキャンペーンをしてくださいという依頼が来たとしますね受けられますかそういうキャンペーンをする考えることはできますよね日本は北方領土はいりませんオリンピックもしません,うん勝手に使ってください我々はあいいです でもそれによって失うものっていうのは大きなものがありますよね。まず右翼の宣伝家がまず会社を取り囲むでしょうねとても社員が会社に入ってこれないかもわかんない。クライアントも入ってこれないかもわかんない。そうするとそういったプラスマイナスを考えなければいけないですよね。ただ単にこの会社の仕事をやるといくら儲かるかっていうだけじゃなくてですね、やることによるオプチュニティコゴースト、うん、得るもの、失うもの、それから 人々の心を動かすもの動かせないものということを考えなきゃいけない。そうすると基本的な原点というのは何かというと persuasion ではないかという考え方なんですよね。でアメリカの今あの大学ではあのジャーナリズム学部がどん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 なくなってコミュニケーション学部に変わりつつあります。でその中でも大切なのは persuasion だ。 という考え方なんですね。これが普及してきている。ということです。で、私はメディアトレーニングということをずいぶんやってきました。これは、あの、池上さんと反対で、例えば、池上さんのインタビューを受ける。そのためには、どうし、準備をしたらいいかっていうのをですね。企業のトップの方に伝授するわけですね。で、総理大臣から閣僚。政治家、知事、労働組合。 それからお詫び会見、こういったところまでですね準備をして、そしてその模擬訓練をしたり、模擬インタビューをしたりしてですね、でインタビューに備えるということをやってきました。で、千九百八九十七年に中国に現地法人を作りました。千九百九十七年ですうん。中国に PR 会社を作る。 で PR ではできない日本ではできることできないことがたくさんありましたあまず街頭でビラ配りができないとかですねいろんな制約があって当時日本の大新聞の北京支局の支局長にあったですね、えー、今度は会社を作ることになりましたっていう話をしたらですね「うん、えー、あなたこの国は社会主義の国なんだよここで PR 会社なんてできこないじゃない」というふうに言われました。今は 日本ででででききて中国でできないとととはほんんどありませんで日本と中国の PR 事情一番大きな違いは何ですかと聞かれるとですねメディアが違います日本のメディアと中国のメディアは全く違いますそれ以外の点ではほとんど同じですこの漫画1960年代の漫画なんですけれど「歌演」という見出しが ついてますけれどある食堂に行ってです、ね、お客が新聞紙の上に塩を振りかけてるんですね。で球児がですね「えお客人どうしようなぜ新聞に塩を振りかけるのか?」と聞いたらですねお客が答えて言うに「新聞があまりにも味気ない」まさにそうですよね当時プロパガンダばっかりの新聞が中国の新聞だったんですよね。 だからあ塩をかけずに新聞読めないで1997年に読みる趣味にこの記事が載っかったんですけれど金も,ら金もらって記事書くなと,ということは金もらって記事書いてた記者がたくさんいたんですよ。でホットラインを設けてですね金をもらって記事書いてる記者がいたらこのホットラインに電話をしてくださいというようなあ内容だったんですけれど。 で結果どうだったのって、うん、多分誰も電話してこなかったということなんですね。で今はだいぶ変わってきてます。今かから年前かなあの記者会見に来た記者がですね名刺の裏に「私はお金を受け取りません」と書いた名刺を持ってきたっていうんで驚いたんですけれど。 そうですね記者会見に行けば交通費という名目でもって記者にお金を渡すっていうのはもう常識だったんですね今でもなされていますけれどでも優秀な記者はですね私はお金をもらいませんというのを公言する。 という話をしたら、うん、お医者もしてほしいなっていうのが言う人がいましたけれどお医者さんは、まあ日本でも昔ありましたよね。お医者さんに行くとき、必ずジョニー・ウォーカーを持っていくとかですね。そういう時代が昔はあったんですけど、もう今はどんどん変わってきました。うん、日本のやり方、中国のやり方、欧米のやり方、いろいろ違うやり方があるんですけれど一つ申し上げておきたいと思ったのは、 世界に共通すする常識ってないんですよグローバルスタンダードとかグローバルに関していろいろなあの質問も来てますけれどこれこの考え方がグローバルスタンダードで世界中通用するというような考え方っていうのはありません。ん前に、えー、大新聞の投書欄にですね、えー「ありがとうは世界共通の言葉」というのがあってですね ありがとうと言えばどこの国に行っても感謝されるというような趣旨が書いてありましたけどそんなことないんですよ。中国人ってほとでシェイシェイって親には絶対言わないって言ってました。あまりにも重すぎる言葉だから。だから日本で勉強して中国に帰った女子学生がですね昔のボーイフレンドに会ってまあ日本のつもりでありがとうどうもというようなことを言ったらば。 その人がえなんかあなた人が変わったんじゃない、えー、僕との間に距離を置きたいのというふうに言われたというんですけれど「ありがとう」って中国人はあんまり言わないんですよ。で日本人だったらば例えば夜飲みに連れて行くで次の日は会社で会うまず言うのは「昨日どうもありがとうございました」と言うんですけれど中国人は絶対に言わない。 で日本の駐在員でそれで腹を立ててる人もいたんですけれど中国では何かしてもらったらその時に「ありがとうございました」と言えばいいんですであとその後であので「昨日はどうも」とか「去年はどうも」「おととしは」というようなことは絶対言わないんですよ。というふうに世界に通用するような常識ってないんですよ。みんなその場でその国そのマーケットその状況で考えなければいけないんですよね。 今のそのそ話で言えば例えばイスラム世界によっていて例えばねこういろんなお金をプレゼントしたりなんかをした時に向こうがありがとうって言ってくれるかっていうと言ってくれないわけですねそこでちっとも感謝してくれないんじゃないかと怒るわけですけどイスラムにおいてはそうやって施しをすする人はより天国に近づくわけですねつまりお金をもらった人はお金をもらったことによってお金を出したあなたを天国に近づけてあげたんだよ。 だから、俺に感謝するならわかるけど、なんでこっちが感謝するんだっていう発想なんですね。だからイスラム世界でいろんなものをあげても、全然お,お礼を言わない、ありがとうと言ってくれない、どういうことだっていう、ここでコミュニケーションのいろんなトラブルが起きるわけですね。やっぱりだから、イスラムにおいてはそういうこととなる、よく先ほども話をしたんですけど、グローバルスタンダードっていうのは、大体政府が言うグローバルスタンダードっていうのは、アメリカンスタンダードのことじゃないかと思うんですね。 で私はあのアメリカに行って、例えば空港でトイレに行くでしょ。トイレに行くとねふっと見ると日本だと TOTO とか LIXIL って書いてあるところにアメリカンンスタンダードって書いてあるんですね。うの便器っての大手はアメリカンスタンダードなんですねそれを見るたんびには「あグローバルスタンダードじゃなくてアメリカンスタンダードなんだ」なんかグローバルスタンダードという名のもとに「アメリカに従え」って言ってるんだよねっていうふうに思ってしまうんですがいかがでしょうかそうですね。あのー そろそろ結論に近くいきたいかなと思っていたんですけれど。なかなかコメントが難しい、はい,いですけれど、はい、ま,まとめにいきましょうか <laughs>、はいえー、私の40年のキャリアを振り返ってみて2つばかり大きなことがあるんじゃないかなと思っていたのは1つは。 マイケル・ジャクソンのスピーチを書いたといたととうことがありますマイケル・ジャクソンが日本に来てです、ね、記者会見があるので冒頭で「どんなこと言ったらいいの?」と言われて「ですね、えー、まあ好きなように言ってくださいよ。I don't want to put words in your mouth」って英語では言うんですけれどあなたの口に言葉を入れたくないっていうような言い方を親子ではしますけどそしたら「い、yeah, や put words in my mouth」というふうに彼が言ってですね、うん でマイケル・ジャクソンの記者会見の冒頭のスピーチを書いてあげましたで前から偉いなと思ったのはです、ね、その短いスピーチなんですけれどその部屋の隅に行ってです、ね、一生懸命練習するんですよ同じあのあの、うん、大して長いスピーチじゃないんだけどそれを一生懸命何度も何度も繰り返して練習をしてましたマイケル・ジャクソンのような人でもです、ね、リハーサルをするんですよね だから皆さんも何か大きなイベントで何かを対応をしなきゃならないときにはですねリハーサルをしなければいけませんよということを言います。もう一つはですねアルゼンチン国の PR っていうのをやっていました。で当時90年代軍政、70年から80年軍政のふんたっていう軍政の <laughs> 政府です軍政の軍事政権の PR をやったのは初めてだったんですけれど日本とアルゼンチンの,けんあの関係は良好だったので問題はなかったんですけれどヨーロ5カ国でやりました同時にヨーロッパではアルゼンチン独裁政権の PR をやってるっていうんでですね、えー、私のいた会社のロンドン支局 とか、ベルギーの支局はですね、爆弾予告を受けたりしてですね。社員がみんなオフィスから退去する、というようなこともありましたで。アルゼンチンのビデラ大統領と何回かお会いして、日本の記者を連れて行って取材をしたわけなんです。けれど、当時、アルゼンチンの歴史をご存知の方ってあまりないかもしれませんけれど。お 1980年代の軍事政権本さんご存知ですかフォークランド戦争ですねフォークランドというのはイギリスの名前でではアルゼンチンの名前は何ですかさすがですねマルビナスかフォークランドかっていうのがあってですねそれでサッチャー首相は原爆を使ったみというぐらい言ったんですよ。で日本の新聞はですね えー、とてもこの時期に冬の時期だったんですけれどイギリスの海軍が行っても勝ち目はないというふうに書いてあったんですけれどアルゼンチンが勝ったんですけれどその前の段階に実はアルゼンチンで「Dirty War」「汚い戦争」という名前の戦争があってですねディセパレシドデサピアした人。 つまり4万から4万5千人の左翼の人間が突然失踪してしまったしまっているという事件があってこれは海軍が指導をしてですね、海軍の飛行機に乗せて夜のアルゼンチンの沖合の海で殺すそこから殺すということをやって実は当時の我々のクライアント海軍大臣は公私刑 殺ビデラ大統領は終身刑で今から5年ぐらい前に極中死極死をしましたで、えー、これはアルゼンチンのビデラ大統領と握手をしていると,ところでこれをアメリカ人とかイギリス人なんかに見せるとえっあの大統領と握手したの手に血が残らなかったなんてことを言われるんですけれど大変な大量殺人をした人でただアルゼンチンは当時 ものすごいインフルエンドの国で,です、ね、我々が行った時に1ドル360ペソだったんですよあ昔の日本と同じじゃない1ドル360円360ペソ1週間いて帰る時に1ドル1000ペソになっていたですねでよく朝と晩で八百屋の野菜の値段が違うとか言われてましたしただタクシーに乗る時もうタクシーが追いつかないんですよね なのでメーターに出る数字に対してですねましたまた今アルゼンチンがいろんな問題を抱えていますけれど当時大インフレの中でしかも大きな戦国内の戦争を抱えている中で大統領ほかいろんな閣僚の方とお話をしながらアルゼンチンのイメージをどうやって良くしていくか。 というのを苦労したことを覚えてますあの時間になってきましたので,そ,で、ね、そろそろま,まとめをお願いしますかあの,あの要するに今日例えばですねとりわけあの事前の質問もまあ、あるいは今の質問もですねグローバル人材って何だろうかとか要するに世界で活躍するためには何が必要なのか多分そういう質問が非常に多いと思うんですねそれについてはいかがでしょうか 最後のまとめ、皆さんへのメッセージとしてお願いします。そうですね。明らかに必要なのは何かというと語学力という風うな答えを皆さん期待しているかもわかりません。けれど、うん、私の放送ではですね。えー、っと最近扱ったテーマでコープラテカインです。企業による親切心というのを扱っていますこれはどういうことかというと世の中には？ ハードスキルとソフトスキルっていうのがあるんですね。ハードスキルってのは何かというと、トイック九百点とかですね、英検一級とか簿記三級というのがハードスキルです。でもそういったあ指標に基づかないソフトなスキル、つまりコミュニケーションのスキルとかですね、人を思いやる気持ちとかですね、ディスカッションをうまくやるやり方とか、仕切るやり方、こういったソフトスキルっていうのが非常に 重要だと思いますで我が方はアドバンテージがあるのはですねデジタルに詳しいということですねこれからの世の中においてはデジタルの知識が必要です。で毎年私が社長をしてる時には10月1日に内定式というのがあってですねその時に10月1日あと6ヶ月間学生をやっていられる4月から我が社に入る十数名の学生たちにですね 残りの6ヶ月間で何をしたらいいかというときにです、ね、お話をするのはうーんこれから皆さんコミュニケーションのスキルを磨いてくださいそれからあネットワーク作りをしてくださいという話をしますネットワーク作りってすごく大事だと思うんですよ学生時代においてつまりアメリカでは30過ぎたら友達はできないという言い方があります そうなんですよ学校出てからいい友達を作るっていうことは非常に難しくなります。でこの間ある政治家のセミナーに行ったんですけれどその政治家があの自民党の政治家ですけれど言うに「うん政治家っていうのは友達が一人もいない命令系統がない友達がいないだけでなく周りにいるのはみんなスパイ」と言ってました。まあ、それれれほどど極端ではないかもしれませんけれど 企業に入ると、なんでこの理不尽なことを私は言わなきゃならないのかと思うことはたくさんあるかもしれません。でも、この世の中ってフェアじゃないんですよ。ケネディー家のモットーです。The world is not fair. と思わなければ、ととっていけない。と思う心、気持ちというのもですね、これからの世界において、 大切ではないいいいかかなとううふうに思いますさんはいかがで、すか、はい、あのさっきも言いましたけどあのグローバルにというのはつまり世界で活躍できるという意味ですねそういう意味ではグローバル人材というのはあるんだろうと思います世界のどこでも通用する人間というのはこれはこう努力次第でなりうるんだろうだけどグローバルスタンダードというものはないんだろうということですねで世界で活躍するときによく問われるのは こう例えば、日日本本かからら来まましたたととといいいううにににについて聞かれた時にそれれそ何にも答えられないということがあります、えー、例えば、以前あの、高校で世界史を必修にしましたよね、世界でグローバルに活躍するのは世界史を知らなければいけないって世界史を必修にした、結果的に日本史を学ばないままこう大学あの、社会に出てで、海外で仕事をするようになり、日本の歴史について聞かれたら何も答えられないとなると、他の人は、 こいつ本当に日本人かな本当に日本から来たのかなこいつ誰だろうっていうことになりますね。軽蔑されるわけですね。つまり、グローバルに活躍するためには、日本のことを知らなければいけないということになって、やっぱり日本史を学ぶ、やんなきゃいけないということになった。いやいや、日本史が大事だ、世界史が大事だって、両方が激しく対立して、結局、歴史総合という、日本史と世界史を一緒に勉強するという科目に、今度、変わることになりました。 つまり、日本のことを知らないでグローバルに活躍することはできないということですね。海外に行くとよくね、あの「源氏物語」について聞かれるんですよ。ずるいよね、向こうは現代の英語で読んでるわけだから。 ねえそれは光源氏がどうのこうのって分かるわけだけどこっちはあの古典の,あの難しいのだからよく読めなかったみたいな話になるというつまりグローバルに活躍するためには自分が生まれ育った国のことをやっぱり知ってなければいけないよでその上で自分の国にこう誇り文化を誇りを持った上でよその国と対等にこう交渉しその時にやはり こう相手の国に対するリスペクトというのも必要だと思うんですねあのいろんなところでこういろんな国との関係悪くなるんだけどそれぞれの人はやっぱりそれぞれのこう自分の国にリスペクトを持って自分の国に対する愛国心というのを持っているそれぞれにそれぞれの論理がある相手が何を言ってるのかと論理を,それを知った上でこう相手をに対するリスペクトを忘れないでこう堂々と交渉していく。 それがグローバルななな人間かなといいいうに私は思いますけどねごめんなさいここに今あのスクリーンの上に一つ質問が出てきて気になったんですけれどお二人は仲が悪いですかっていう質問があってですね<ー>なんかそういう印象を与えたんでしょうかね、はい、あさっきほら答えてくれないんだとか,なんかあるいはほらさっき私がツッコミ入れたでしょ仲悪かったらツッコミなんか入れませんよ。 といううに仲がいい悪い悪ももないもんだって今日初めて会ったんですから <laughs> で私はそもそもねあのあのビジネス英語をひたすら勉強して,、えー、っていたわけですからリスペクト満載なんですね私海外留学の経験全くありませんないわけですねで例えば海外行って取材をするでしょまあ拙い英語でや,べる,やるわけですよそうするとあ,あなたはどこで英語を学びましたかって聞かれるわけですねそうするといやいや日本にはですね NHK というのが テレビとラジオで大変優れた英語の番組をやっておりまして、それを聞いて、私は勉強したんですとこう言ったんですね。というのも、実は、の優しいビジネス英語が始まる前はですね、私、当時、NHK の社会部で警視庁、捜査一課、殺人専門の記者だったんですね。そうすると、殺人事件を取材している捜査員が、深夜に終電で帰るわけですね。 えー、東京都内じゃないですね埼玉神奈川とか千葉のかなり田舎の方に終電つまり午前1時ぐらいに帰ってくるのをすぐ近くで待ち構えているわけですねでひたすらずっと待ってるわけです時間だから大体2時間から3時間ずっと立ちんぼで待ってる時間がもったいないわけですねどうしようかという時に NHK のラジオ英会話のテキストを持って街灯の下とか自動販売機の下の明かりで英文を読んで その後それを閉じて暗い夜道の中で行ったり来たりしながらブツ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 その英語の文章を暗唱するということをやってましたそうやってこう勉強する時間を生み出したわけですねそしてその後キャスターになりましたキャスターになると勤務時間がある程度決まるわけですねその時に「優しいビジネス英語」というのが始まりましてちっとも優しくないなと思いながらこれをテープに取ってせっせせっせと聞くで これ実は英語だけではなくてこう特にあの杉田さんのアメリカで今何が大きな問題になっているのかというビジネスの現場をがビニエットという形でこう会話として出てくるわけですね。 英語の勉強だけじゃなくて今アメリカの,であのビジネス世界で何が起きているのかということを学ぶということがありました今でもよく覚えてるんですけどね、えー、とレインフォレストという架空の会社が出てくるんですよ化粧品の会社なんだけど利益を熱帯雨林を守るためにやるというあくまで架空の会社ですね実際にはボディショップという会社なんですよね でこのレインフォレストという架空の会社でこれどこだろうということで調べたらボディショップだっていうことを知ってボディショップについてちょっといろいろ調べてみてボディショップについていろいろ書くようになったらボディショップの人たちが「なんでそんなに池上さんは我が社のことを知ってるんですか?」なんていうふうに言われたりというですね今それが大変こう勉強になるなと思います。 えー、この今度の11月号では「デジタルノマド」というのが出てきます、えー、ノマドという今それこそ世界中をこう旅をしながら仕事をするデジタルでそれができるみたいなこう話が出てくるんですけど11月号なんですけど実はももう何ヶ月も前にこれやってるそうですねもう来年の5月のことを考えてますからでこれを書いたのは半年前。 あえー、9ヶ月ぐらい前かな収録したのは半年ぐらい前という感じですねだから来年の5月のテキストを見たら「あああの時書いてたんだ」ということが分かるとこのぐらいリスペクトがあるわけですから仲がいい悪いとかそういう問題じゃないということになりますね。<laughs> 私はあの池上さんの番組を最初に見たのは「子どもニュース」ですよね。 あの私の子供も見ていたので、えー、見て普段はそんなに別,別に子供ニュースなんて見ようと思わないですけど見てま,まあ大変驚いたのを覚えてますこんなに難しいことを優しく上手に解説できる人がいるんだということでですね大変驚いてまして池上、えー、さんの番組はよくう見させていただいて。 今日も今朝もお講義を聞かせていただいてたくさんメモを取らせていただいてそれで質問を見つけたりそれで「こういうふうってるんですよこうですよ」っていうような話をそれからずっとしてきました、えー、大変尊敬をしておりますので <laughs> 仲が悪いっていうことは全くありません、はい、な,なんかそれぞれ愛の告白してて気持ち悪いですよね <laughs> はいなんだけどあの基本的にやっぱりこうリスペクトというかね相手に対する尊敬心みたいなものを持っていれば ちょっと失礼な言い方してもですね、多分許してもらえるんだろうと思うんですね。えー、私もいろんなところでずけずけといろんなことを聞いたり、いろんな人にやりますけど、あの決定的にその人の人格を否定するような言い方はしないですね、そこはぎりぎりのところで抑えていく、かなり政治家にも厳しい質問や厳しいことを言いますけど、全面的に人間性を否定することはしないというのが、一つの、まあ、自分が守っているところかなって、こう思うんですね。 これもまたコミュニケーションの一つなのかなと思います。こうとにかくね、あの杉田さんも,どうも私の話を聞いただけで必死になって目も取るわけでしょ。で質問するわけでしょ。この好奇心すごいですよね。やっぱりこう知的好奇心というのがさっきありましたけど知的好奇心というのがそれがあってこそ成長するんだなっていう,ふうに思うんですね。あの特に若い人たちいっぱいあのいらっしゃいます。グローバルに活躍するっていうことは何だろうか。 やっぱり必ず知的好奇心を持ち続ける、そしてそれをこう日本でもあるいは世界でも発揮するということ、それが大事なことなんじゃないか、そして最終的には人間として尊敬できるようなことであれば、世界のどこに行ってもそれはこう尊敬されるのかなというふうに思っております。というところで、まとめでよろしいでしょうか。あありりががととううごござざいいいまます長時間した ありがとうございました皆様今一度お二方に盛大な拍手をお送りください